皆さんこんにちは、スマリテボのかんちゃんです。ということで本日はティバーさんのクアンタム X プロソフトを売っていきたいと思います。ラケットはアレクシス・ルブランオフです。それではやっていきたいと思います。お願いします。おお、めっちゃいい。率直にめちゃくちゃ打ちやすいです。なんか柔らかさもあるんですけど、落ちないような柔らかさ、いい柔らかさだなと思って、しっかり個性描いて入ってくれて、結構オーバーミスがあったのでちょっと飛ぶのかなとは思うんですけど、それでも感触はめちゃくちゃ良かったです。下回転中どっちもやりやすくって、ループは自分ではかかってる感あるんですけど、 MXD とかよりは回転量がやっぱ落ちちゃうのかなと思ったんですけど、スピードドライバーを打った時は結構しっかり食い込んでくれて、ちゃんと入ってくれたんで、それはめちゃくちゃいいなって思いました。うおっ、入りそう、入りそう。カウンターは食い込みの良さもあるんですけど、結構収まってくれて、すごい入りそうな感じがあるので、自分でやってても結構自信持って振れるなって思いました。あ、いい、もう分かる、いいいいいい。バックはもう最初ちょっと乱打した時からめっちゃいいなって感じてて、すごい柔らかさを感じるので、あんまり落ちる心配とかはないんですけど、オーバーする心配だけあるかなと思って、でも下がった時はこの力ない人とかでも勝手に食い込んでくれて、しっかり飛んでくれるので、バックデム使うのも結構いいなって思いました。下回転打ちはちょっと速い球はちょっと、まあ、技術的に難しいんですけど、キュッて上げる感じは柔らかい分食い込んでくれて入ってくれるので、そこからその上回転の展開とか持ち込んでいけたら、すごいいいラバーかなって思いました。ブロックとカウンターは柔らかい分ちょっと負けちゃうのかなって思ったんですけど、特にブロックがすごい良くて、強い球とかに対しても柔らかいんですけどネットミスしなくて、すごいおすすめだなって思いました。はい、ということで今回はティバーさんのクアンタム X プロソフトを打ってみたんですけど、フォアもバックもどっちもめちゃくちゃ扱いやすくて、柔らかいんですけど落ちなくって、
下回転打ちも上回転もどちらもやりやすかったので、上級者の方だとちょっと物足りなさは感じるかもしれないですけど、初中級者の人にはすごいおすすめのラバーだなと思いました。ということで皆さんもぜひ気になったら使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。